はい、こんにちは、ピカです。今日ね、やっていきたいと思います。今日はね、なんでこういう話をね、私がしてるのかっていうね、話をしていくわ。簡単に言うと、そのこういうことを言ってくれる人がもう本当にいなかったんだよね。すげえ、なんだろうな、普通は親から学ぶのかもしんないけど、やっぱり今さ、もうなんか当たり障りのない関係とかさ、人間関係がこうすごい、なんていうの、そういう希薄になりつつある時代の中で、やっぱり同じようなさ境遇のやつがいたらさ、時間の無駄だったんだよね、俺の中で。すっごい時間の無駄、非効率通り越して、もう本当になんだろうな、人生すげえ無駄にしたなって思うぐらいの、それを知らなかったためにひどい目にあったり、嫌な思いしたり、すごい苦労したり、人にすごい迷惑かけたり、いろんなことがね、やっぱりあったんで、そういうのって本当に非効率じゃん。だからなんだろうな、もう本当ずっと思ってたもんな。なんで集うと思ってたもん。なんでこれさ、簡単なことなのに、なんで俺誰も教えてくれなかったんだろうってさ。あんまりそういうのってなんかわかんないけど、もう本当に俺、鬼畜みたいな人間だったからさ、この先に、そうなると、なんかもう当たり障りのない答えみたいなさ、みんな誰も真剣に俺と向き合って、そうなんだろうな、そういうやつっていなくてさ、だからなんだろう、これはだから善意っていう言い方かどうかなんかはどうでもいいよくて、俺の罪滅ぼしなのかもしれないし、なんだろうな、何でもいいじゃん、何でもいいじゃん。でやっぱりさ、そう思って今の世の中にあるいわゆる本当に書籍とかさ、そういうの見たとしてもね、なんかめっちゃ嘘っぽく感じるんだよね。何が嘘っぽく感じるかっていうと、そのみんなカッコつけてか、結局さ、自分の歴史をカッコつけてんだよ、すげえ。なんか吐き出すように書いてある本ってなくて、なんか都合のいいことしか書いてないし、なんか金欲しさに書いてる本が9割で、で、なんか自叙伝みたいなのあったとしても、なんかナルシストで、みたいな、なんかさ、はぁみたいな感じの、嘘でしょみたいな、なんか、すごいそういうことが多くてね。だからなんか俺はできるだけ、なんだろう、役に立つか立たないかとかじゃない、俺の経験を話したい。それでなんだろうな、やっぱり俺が知りたかったなって、そう答えてくれる人が欲しかったなっていう、そういう答えとか、そういうことをできるだけね、喋っていったり、ツイッターで答えたりとかね、していきたいなっていうね、思いですよ。だから単純にそのマーケティングされたね、万人に受けるものでもないし、そこは本当に俺の中のリアルね、俺の中のリアル、俺の中のリアルってことは他人にとってはすごいね、架空の話なのかもしれないし、他人にとってはすごい迷惑な話なのかもしれないけど、でもそれは取捨選択してもらえればいい時代になったわけじゃん。別に俺が超なんだろうな、その有名になるわけでもなく、ね、あくまでもそのニッチなね、俺の言葉を必要としてる人にだけ届けたいっていう意味合いにおいてね、やってるだけなんで、中にはね、俺の話すげえうぜえなって思う人もいると思うよ。現実だけど、現実見ないことはよくないことじゃないと俺は思ってて、逃げるときは逃げた方がいいよ。少なくとも人の言葉からも逃げた方がいい時ってあるから、で見つめたい時に見つめればいいじゃんと思ってる。でもさ、一般的なその本の話になると、一般的な本ってそういうわけにいかないんだよ。嫌われないようにマーケティングするんだよ。キャッチーなコピーで当たり障りのないこと書くのが一番ウケるんだよ。で人の気持ち、みんなが共感するようなことを書くんだよ。
ツイッターでもやってみ、人が共感するようなことをつぶやいた方が全然リツイートもらえるから。で、本音を言ったらもう誰も共感しないから、うん、それっていうのはもうしょうがないよね、人の差がじゃないですか。ただじゃあね、その共感されるもの、平均化された人に共感されるものが氾濫する世の中だからこそ、なんだろうな、俺みたいなバカな意見がその中にはあって、それを選べてもいいんじゃないかと思うんだよね。だから避けたい人本当避けてほしい、うん、むしろそれは自分の中で害になるんだったらそれを避けてほしい、うん、その権利もある。避けていいけど文句は言わないで、文句は言わないでほしい。俺を否定しないと生きていけないっていう感じになるんだったらとりあえず避けてほしい、うん、それが必要とする人がいるから俺はそういう風に発信してるだけだからね。攻撃することに何の意味もない。まあ、あのそのぐらいはちょっと強くなってほしいわ、さすがに。そこだけは理解してほしい、うん、面白くないと思ったとしても、うん、攻撃するのはそれは自分の弱さだから、そのぐらいは克服してほしい。せめて、ね、多様性を認めるっていうねことだと思いますよ、うん、多様性はね認めてほしいってこと、うん、意見は違うけど多様性、そういうのもあってもいいって思ってほしいってこと、うん、でも本当に必要なやつはそれで逃げちゃダメ、それで逃げちゃダメ、多様性でしょって逃げちゃダメ、俺は価値観違う、そういう風に逃げちゃダメちゃんとね捉え、ま、真正面から捉えてほしいって、そういうの逃がさないから俺はい、まあそういうことでやってますけど、だからね、俺もっとこういうのが俺 YouTube にあってもいいと思うんだよ、こういうジャンルが。うん、まあ、変にやると宗教チックとかまたねいろんなことになるけどさ、でも100人いたら100人の価値観があって、でその中の教訓がやっぱりあるわけやん、どんなことにおいてもね。だからそれってやっぱりそのそれを必要としてる人たちがいて、うん、だからおっさんたちはさマジでそんななんかマーケティングされた言葉なんか作ってないで、いや特に本当に俺言いたいんだよ、本当に雑誌の編集者もそう、うん、本当にマーケティングされた言葉に何の意味があるんだよマジで。もうそんなの意味ねえから、誰かやればいいじゃんそんなの。自分しか書けない自分の教訓をしっかりね伝えていくってことがやっぱりなんだろう大事で、でそういう時代なんじゃないの。今まではなぜそうじゃなかったかっていうと、やっぱり平均化されたものじゃないと埋もれちゃうのよ、情報の中にね、誰も拾い上げられなくなっちゃう。だから平均化された言葉になってっちゃうんだよ。誰も見ない番組、誰も見ないもの、ね、誰も手に取らない本でね、言いたいことを言ったってしょうがないってことなの。届かない時代だったってこと。だからそういう時代には平均化が必要だったんだけど、ね。だけど、もう今の時代違うじゃん。検索すれば多分分かんないけど、動画の中身もさ、何を喋ってるかっていうことが解析されるようになって、これからの時代、こういうニッチな意見でそれを必要としてる人たちに届く時代が俺は来ると信じてるのね。だからこういう動画をいっぱい作っとくことって大事なんじゃないのって思う、うん、それが俺が俺たるゆえんであるしね。だから平均化することなんてだから意味ないんだよ人間にとって、うん、そういう時代は終わるんじゃないかって俺は思ってる、うん、だから自分しかできない、つまりなんだろうな、どんどんこう、だからビジネスとか資本主義ってそういう流れなんだよね。常に平均化してマスに受けるものでしょね。マジョリティにの本当にマジョリティのためのマジョリティでみたいな、うん、それが資本主義だから、その他は障害者っていうさちゃうやろっていうね。だからそういう時代って多分なんとなくね、俺の中では技術がそういう時代を終わらせると思うんだよね。俺は平均化で売れる商品っていうのがなくなる、平均化で売れる商品がなくなる、もう少しだな、もう少しそういう時代が来る。
と思うんだよね。だからみんなね、個性を発揮してなんだろうな、それでいいと思う。そいつが感じる、万人に受けなくていいんだ、そういうね、異質なものを嫌うとかっていうね、文化も良くない。多様性を認めながら、ね、自分も自分の多様なところも受け入れていくっていうね、そういう作業だよね、これからは。まあ、そういう一環で俺は YouTube をやっているってことだね。まあもう一つ、その車のことはまた後日にしよう。はい、ぜひね、本当にあのこれ見てくれてるおっさんたち、40でも30後半でもいい、あのそれまでにやっぱり得たノウハウを誰も見なくていいんだ。言葉で残しておくことってさ、やっぱり資産、日本語にこだわるかどうか分かんないけど、あのほら IT の人たちがみんな効率化言ってんじゃん、すげえさ、ね、大学非効率だなとかさ、それは目に見えて言ってることであって、でもさ、じゃあなんだろう、じゃあ人生、長い人生の中で人間ってさ、働いてる時間よりもぼーっとなんか考え事してる、悩んでる時間って多いんだよ、すごい。それがもう少し効率的に解決できたら、それってさ、ビジネスのある一部分を効率化するよりもものすごい有益なことだと俺は思ってるんだよね。確実にこれはもう想像してみって、確実に誰だって分かることだろ、そんなことって。少なくとも本当にビジネス1人5分短縮する、それものすごい経済効果だよ。だけどさ、一生の間でさ、どんだけ悩んでんだよ人はよ、何年損してんだよ、何年それで立ち止まってんだよみんな。まあもちろんそれもね、悩むことも大事な時間であるけどね、でもなんだろうな、一つのヒントがあることによって悩まなくなるわけじゃない。そのまあね、まんま信じるわけでもないんだから。だけどそういう意見があるっていうことが、なんだろうな、その人の解決、その人の問題を解決する上においてものすごいね、多分やっぱり時間の効率化になることは間違いないんだよ。まるまる信じてそれをやるっていうことではないんだよ。わかるじゃん、だってなんか、あ、なんとなくね、あ、そういうことかっていう、なんかさ、考えが進むっていうのかな、自分が。まあそういうね、意見の一つにしていただきたいっていうことだけだからね。はい、まあね、こういうのやっていくんで、よかったらね、チャンネル登録お願いします。